ベルギー王国、エノー州のラルビエールとルルーにあるサントルウンガの4つのリフトは水力式の船舶昇降機で1998年にユネスコの世界遺産に登録された。サントルウンガにはムーズ川とエスコー川のそれぞれのドックを連絡している 7km の水位に 66.2m の高低差が存在する。この難問をクリアするために フーデングゲニーズには15.4メートルのリフトが1888年に開設され、16.93メートルの他の3つのリフトも1917年に開かれた。エレベーターは二重になっており、2つの垂直に移動するタンクもしくは戦艦が鉄柱によって中央に配置されている。2つの柱は水圧式でつながれており、一方が下がるともう一方が上がるようになっている。 また、重量も釣り合いが取れるようになっている。こうしたリフトは19世紀末用から20世紀初頭にかけて8機建造をされたが、世界遺産に登録された4機は、建造当時のままで稼働しているものである。2002年からは、高低差73メートルの昇降が可能という、世界最大級のストレピティウ船舶昇降機が完成したため、商業的な運航は、 そちらが使われるようになった。このため、世界遺産の4機の稼働は、娯楽用の限定的なものになっている。なお、本記事名にもあるように、世界遺産には4機のリフトだけでなく、その周辺の設備や橋なども含まれている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。